今回はね、KK、イントロに BGM つけないんだってさ。バカなりに試行錯誤しているらしいよ。あれ、西口だったよな。お、こっちだ。今日はね、蓮田にやってきました。今日行くのはキッチン東さんなんですね。僕前回ここに来てるのが、2023年の6月だったので、ほぼほぼ1年ぶりというような感じだと思います。まあ有名な YouTuber の方とか、あとまあすごい常連さんがいて、まあその方が YouTube をすごい本数を上げてらっしゃるんですよ、東さんの。まあそういうのもあったり、こう地域のなんかテレビに出たりっていうのもあったみたいで、すごくお店が混んでるらしいんですね。それでね、ちょっと足が遠のいてたっていうのも正直あります。ただ今日はね、最初に撮らさせていただいた動画が4000回再生いきまして、まあそれもあったんでね、まあお礼を兼ねてっていうのもあれですけど、久しぶりに行きたいなと思って。確か初めて来た時も雨だった気がするんだよな。なんか僕雨男では決してない方だと思うんですけど、ここはなぜか僕雨が続いてますね。こちらのキッチン東さんのご主人さんがインスタグラムをやってらっしゃいましてね、たまに僕にいいねをいただくんですね。そういうのもありましてね、気にかけていただいているんだなっていうのもありまして、まあいつか行かなきゃっていうか、早く行かなきゃっていう気持ちはあったんですが、でお店はですね11時からなんですけれども、午前と、ごめんなさい、ランチと、ディナーで各1名1組ずつか予約ができるそうなんですよ。でそれをお伺いしたのも昨日もその枠が埋まってますということだったんで、並ぶしかないなということで、今ねまだね9時ね40分ぐらいなんですよ。なので僕は10時ぐらいに着くと思いますから、このままテクテク歩いてって、なのでね1時間ぐらいは並ぼうかなと思って、おります。あとですね、たまに聞かれるんですけど、僕はYouTuber ではないので、仕事はねちゃんとしているんですよ。まあ、時間はある程度自由に取れるんですが、それでも仕事はね一応ちゃんとしてます。YouTuber もあくまで僕はもう趣味の領域なので、食べ歩きが好きなんでね、自分で記録に残したいなと思って、もう4500件ぐらいは回ってると思うんですけど、もうほとんどがやっぱり写真も撮ってないし動画も撮ってなかったんで覚えてないという状態だったんですね。なのでそれをね自分でパッと見て分かるようにしたいということで、この通りにもう出ちゃえばもうあとこのまま直線なんですけど、バスかなんかあればねいいんですけどね、まあそこまでの距離じゃないか、まあ歩いてねお腹を減らすのも、まあ、健康にもいいですし。もう見えてきましたね、黄色い看板。見た感じ並んでなさそうですね。よかった、やりました、一番乗りです。はい、ということで今日もキッチン東さんで一発やろうと思います。
日はですね、先に書いておりますのでの本年度は新作の。まずですね。あと、おかみさんこれ渡しておきます。で、あれですね、今見たら、はい、これは単品で、こっちはご飯がつくやつですね。はい、この100円引きで単品にします。あ、いいです。ご飯、それあの、つけます。それからちょっと少なめぐらい。少なめ。はい。すいません、お願いします。匂いはね、東南アジアの匂いがします、やっぱり。ね、せっかくきれいに塗ってもらってるんですが、よく混ぜてからということだったんで、混ぜます。おはようございます。はい。ちぎれびするんですけど。はい。おはようございます。ああ、すみません。じゃあ、ラインは途中で崩して、ね。はい。わかりました。
白い、ちびれる白い肉豆腐、麻婆豆腐です。わ、そんなね超辛いわけじゃなくて、豆腐みたいな品がある感じですね。うまいですねこれ。そんな辛くないですこれ。これうどんにぶっかけても超うまそうですね。うまい。うん、ごま感がすごいですね。ごま感というか本当におぼろ豆腐みたいな。あーでもこれ酒にも合うな。見た目とコクがある。であの山椒と胡椒の辛みもしっかりあって食べやすい。うまい。卵を崩してくださいとおっしゃってたんでね、おかみさんが。出ましょうか。うん、まろやかになる。これいいな。ライスに乗せてね、ライスと食べましょう。いや大人気ですね。オープンしてすぐもう満席です。まあ美味しくて感じがいいんで混んで当然なんですけどね。うん、うまいわ。僕あの先ほどおっしゃってたあの影虎の梅酒と、あとレモンサワーください。レモンサワー、はい。どうでしょう。ケーブルとケーブルをかけてます。いただきます。これ
よ、うまいよ。これうまい。いや、食べましたけどね、新作をね、試させていただいたんですが、最近大将がね、こう、いろいろね、こう、スパイスに凝ってるのを僕はね、インスタで知っていたんで、まあそういう意味ではね、サラダからね、スパイスが効いててよかったですね。で、お店はですね、やはり大人気で、11時のオープンからね、ずっと、ウェイティングが3組ぐらいいらっしゃる感じでした。まあ来られる方はランチ1組ディナー1組しか予約は受けておりませんのでね、まあなるだけ早めに来て並んで電話番号をお伝えして車の中で待機して空いたらまあ呼んでいただくというような感じがいいんじゃないかなと思います。僕はね10時に来たんで一番乗りでした。ということで東シェフごちそうさまでした。まあ、奥さんも相変わらずね感じが良くて、今日はご両親だと思うんですけれどもね、お二人いらっしゃって、お二人ともやっぱり気さくでね感じが良くて、まあうまくてですね感じが良ければ、まあ混むのはもう至極当然ですから、まあそういう意味ではね皆さんも効率よく並んで食べられたらいいんじゃないかなと思いました。いやーしかし暑いな、さっき雨降ってたんだけど、やめは蒸し暑いっていうね。ということで帰ります。ごちそうさまでした。また来ます。